ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ギルドレイドのランキングから、サーバー間の実力差などを考察しようと思います。まず最初に、こちらの画像をご覧になってください。これは、ギルドレイドの栄誉の殿堂で公開されているランキングを、Excel に転記した資料になります。ギルドレイドのランキングは大きく分けて、個人成績とギルド成績の2種類があります。これら2種類の成績一覧表は、1週間単位のランキングと、過去の通算成績の2種類が存在します。科学信者の勝手な推測になりますが、常に上位のランキングは、ボス単位でリセットされるのではないでしょうか？そのようにしないと、新規サーバーで遊戯している人たちが、常に上位のランキングに掲載される可能性が皆無になってしまいますからね。さて、この動画では、赤色で表示された先々週のランキングを見ながら話を進めていきます。ヒーローウォーズは MMO、RPG というジャンルに分類されるゲームなので、プレイヤーがゲームを始めた時期によって、所属するサーバーが異なります。科学信者の場合だと、2020年6月2日からサーバー11にて、ヒーローウォーズの遊戯を開始しましたが、今現在は最新サーバーが97になっています。このゲームの場合、ゲームのスタート時期が早ければ早いほど、それだけ後発サーバーの人よりもヒーローの育成が進んでいるので、サーバー間で成績を競うランキングだと、後発サーバーに所属するギルドが圧倒的に不利になります。この表をご覧になられてもお分かりのように、先々週のランキングの上位50位に顔を出しているのはサーバー53までとなっており、サーバー54からサーバー97までのギルドは、50位のランキング圏外となっています。そりゃそうだよね、先月からスタートしたサーバーのギルドがこのランキングに掲載されていたら、どれだけ課金しているんだって話になるからね。さてさて、この赤帯のランキングを見ると、各サーバーのギルド戦の様子を想像することができます。例えば、サーバー3の場合だと、ガチ勢の3つのギルドが、ゴールドリーグで激しい殴り合いをしているのがわかります。サーバー6とサーバー12も同じような状況だと見て取れます。そして、この一覧表を見る限り、ものすごい金額の課金をしているギルドが後発サーバーにいくつか存在しているのがお分かりになるはずです。サーバー43やサーバー51には、サーバー3へ移籍しても、十分通用するほどの戦力を有したギルドが存在します。すごいなぁ、先発サーバーから1年以上も遅くスタートしたギルドなのに、このランキングを見る限り、圧倒的な強さだよ。まあ、サーバー内の上位陣同士で激しい殴り合いを繰り返すうちに、課金中毒に陥ってしまったのではないでしょうか？どちらにせよ、後発サーバーでランキングの上位50位に名前を連ねるのですから、良い根性をしていると思います。あはは。ちょっと真面目な話をするよう、普段は適当だよ。ギルドレイドが導入される以前のウェブパソコン版のヒーローウォーズだと、サーバー間の戦力差を比較することができませんでした。しかしながら、今現在は、ギルドレイドのランキングを見れば、ギルド戦のゴールドリーグの上位陣の状況を、ある程度推測することが可能になったのです。さらに、戦力の比較もランキングから可能となったことで、今後は、ゴールドリーグの上位ギルドのサーバー移籍が活発になるのではないでしょうか？科学信者的には、強いギルドがサーバー11へ移籍してこないことを祈っています。ちなみに、科学信者のギルドグラビティは、今週はシルバーリーグの1位からスタートとなります。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。